不ナなしミみロボシャアは、高流層に属する市場葬類の一つ。枝分かれした細長い芋体には、核壁がない。まばらに分子を持つ不規則な分子のある糸状態になる。細長い芋体には、仕切りがなく、多角体となっている。市場体の小道は60から90マイクロメートル。細胞壁は硬くて変形しない。手で触れるとゴワゴワした感触がある。 細胞壁の内側には一面に揚力体が並んでいる。葉緑体は長さ4から5マイクロメートル、幅3から4マイクロメートル。岩やコンクリート壁などにしっかりと張り付いているのが普通である。交力層とは言うが、色は青緑などとさほど変わらない緑色である。も体の成長は先端部に限定されている、いわゆる先端成長が行われる。 先端部の構造は、先端成長をする細胞を、例えば毛根や花粉管、菌糸と類似する。それ以降の部分では、細長く延々と続く液胞がその中央を占めている。無性生殖、上が集合性有送子無症生殖として、有送子形成を行う。子状体の先端に仕切りを生じ、先端側が有送子能となる。 この内部の細胞質が大きな一個の有送子となる。この有送子は、有送子のを出て泳いだ後、多物に付着し、成長して新たな糸状態となる。有送子も、高くで、表面には日本一組の弁毛が多数あり、これを集合性有送子という。集合性有送子は、直径150マイクロメートル、長さ2、有性生殖有性生殖器官両側に、 生卵器、先端に空洞になった、造成器上器田辺さんの物優性生殖は分子した。も体の一部、あるいは全部が生卵器と造成器に変わり、造成器で形成された精子が泳ぎ出て、生卵器に入り、そこに形成された卵細胞と受精することで行われる。造成器と生卵器は、も体の上で、 ごく接近して作られ、造成器は細長く伸びた枝の先が分割され、その内部が多数に分かれて、生死を作る。生卵器は内部に多数の核を含むが、そのうち一個だけが残り、それが乱核となる。それらの形は、例えばイラポーンでは、生卵器は半球型から楕円型で、柄がなくて、も体に直接につき、造成器は短い柄の先について針状に曲がった。 円筒形先端に丸い出口ができる。精子は側面から2本の弁毛を出し、それらは前後に分かれて伸びる。これは、不透毛類の弁毛としては標準に近いが、普通は全弁毛が長いのに対し、本属では5弁毛の方が長い。また葉緑体が退化する。なお、培養下で優性生殖を誘引するには、培養液に砂糖を加え、 超実条件下に置くと、2週間ほどで最小の増生期が形成される。炭水酸が多いが、海産種もある。また湿った地上に出るものもある。湿地、渓流や湿った岩の上に生じて、緑色の絨毯のような姿になることが多い。やや低温を好み、オーストリアでの観察では、冬から春には緑のマットをよく形成するが、夏季にはそれらの多くが見られなくなるという。 世界で71回収が記録されている。分類は種として形態的な特徴で行われてきた。造成器の構造によっていくつかの節に分けられた。似た種の間には特徴の重複があるので同定が困難との指摘がなされたこともあるが、数多くの編集や亜種が記載されてもいる。系統的な研究も行われつつあり。 少なくとも一つの生殖枝に生卵器と造成器をまとめて形成する群については単系統との判断が出ている。他方でこれまでの分類の問題点も明らかになりつつあり、形態的には区別できない隠蔽種の存在も指摘されている。学名のボシャアはスイスの総類学者ジャンピエール・ボーシに懸命されたものである。ツキー、P108 オットブラウンツキー。 P108 岩月、マダラ監修、P224 月、P108 上野辺、P96 山岸 P52 岩月、マダラ監修、P224 シジャールカーシュバーマー、上野辺、P96 シジャールカーシュバーマーハットシジャール、カーシュバーマー。ありがとうございます。